はい、一月万札、安富歩東大教授、試練の時がやってまいりました、ついに始まりましたよというところでですね、安富さんのですね、ガチの真実講義シリーズということで、私、もうすでにですね、もうサムネを全部用意いたしました、もう本当に、いやー、岸田が全くいない、三浦瑠麗も全くいない、そんなじじれた無視の本質的なガチの講義というところで、行きたいと思うんですけど、第1弾はですね、LGBTQ の真実を語る。まあ、ちょっと時事ネタですね。ちょっとちょっだとけ自時事信ネネタ。タ、ちょっとだけ時事ネタなんですけど、サムネにも書きました、性的少数者はいない、あるのは差別だけ。いや、もう素晴らしいね。真実を言うとですね、まず LGBT 差別をなくそうって言ってる人たちからも石を投げられ。そうなんですよ。なんで？で、そしてな差ん別で？をね、してる人たちからも石を投げられ、こう全てに石を投げられるという、このそう安ね、富もう歩美中断の典型時。的ですね。典型的ですね、これいやー、ね。もうね、あなたはキリストなのかと、ね、そのまんまね、十字架を背負って、茨の冠刺して、頭から血だらだら流れた、貼り付けになって、ロンギリスにして、バッサーみたいな、そういう人生がいいんですか？いやいや、避けたいです避けけどたいですね。ね。ビル・ゲイツみたいなやつがいいんですけどね、いいね。でしょ？というわけで、この動画の実験はですね、この約1週間ぐらい、安富さんのガチ講義をお送りして、それでもお金が儲かるのか、カンパは集まるのか、それともさらに本は売れるのかというですね、ことなんですよ。これはやっぱりですこれね、はちょっと世紀の実験かもね。大実験でございます。もうこれに日本の未来かかっていると。ね。なんでかっていうとですね、安富さんのようにちゃんとね、真剣に頑張ってる人はね、いるでしょう。だけどお金にならないから潰れていくっていうのをですね、ここで、岸田のバカ野郎とか、三浦瑠麗がだとかっていうのではなく、ちゃんとお金が回り、皆さんが応援してくれる、カンパをしてくれる、本を買ってくれるということで継続すればですね、そういう人たちをですね、助けることができる。そのやっぱ本当ね。先陣を切るのが、ね、キリストコースはですね、安富さん。ね、最終的には貼り付けです。でもこっちのしか実も、験しかが、も、出しにされるってね、死んでからは出しにされるっ死んてでからね。出しにされちゃいますね。はい。で、その次、ね、このコース実験がうまくいけばですね、うまくいく、豊かになるという方向に行きますから、いや、もう皆さんがね、じゃあどうやって応援すればいいのか、簡単ですよ。本を買う。一月万札で本を買う。高い？あ、そう。でも買って。っていうところで、どこまで行くのか。で、この真面目な講義で金が儲かるのか。まあ、いい話は本当そうやわー。あ、お金は、いや、本当いい話だった。思うんですけど、また見ます。はい。になるのかどうか。ついに始まります。それでは、スタート皆さんこんばんは。今日はですね、最近にわかにいわゆる LGBTQ とかなんて呼ばれる、性的少数者に対するですね、差別の問題っていうのが、政治日程に上ってきました。で、この問題はですね、長らく自民党の中でのですね、内部とか、おそらくですね、背後に統一教会のような勢力の影響が私はあったと思うんですけれども、それによってですね、日本の、この性的少数者に対する政策が非常に遅れた状態がずっと続いております。で、それは性的少数者に対する問題だけではなくてですね、驚くべきはやっぱりその夫婦別姓の問題ですね。こんなどうでもいいことがですね、もう30年ぐらい前に提起されながらですね、もう全然進まないという状態がずっと続いています。で、この異常な事態のですね、中にこの性的少数者に対する差別、具体的には最近はですね、いわゆる同性婚の問題ですね、これが大きな、政治的テーマになっています。で、これに対してですね、岸田首相がですね、社会を変えてしまうという、発言をしてですね、その上、その秘書官が差別発言というようなものをしたことによってですね、大きな問題になっています。で、これに関して多くの人がいろんなことを言ってますが、基本的にはですね、大事なポイントは、その同性婚を認めようが、それから最近ですね、台湾でも香港でも、それから性別ですね、性別の変更という問題を、
その身体的な改変をですね、条件するという非常にひどいことを日本はやってるんですけれども、まあ、その条件がですね、台湾では緩められたし、香港でもですね、それが緩めるべきだという判決が出たりしてですね、まあ、その世界的にはその、性別の変更という問題がですね、まあ、ニットに登ってるんですが、まあ、そういう問題があったり、あるいはですね、まあ、夫婦別でもそうだと思いますけども、そういうことを認めたからといってですね、社会が変わったらしないということですね。まあ、これはもう、多くの国々、特にまあ同性婚に関しては、多くの国々がですね、すでにそれを認めているけれども、それによって社会が変わってしまっていることはないです。例えばアメリカがですね、ヨーロッパの国々に比べて保守的であったアメリカがですね、何年か前に同性婚を認めましたけども、それによってアメリカの社会が変わってしまっていることは全くないわけですね。でにもかかわらず、何の根拠もなくですね、社会が変わってしまうというふうに発言し、そういうものをですね、こう慎重な姿勢を示すという非常にひどいことをするわけですけれども、この問題についてですね、私がですね、もう少しその、なんて言うんでしょう、私自身のまあこの考えというのをご説明しておこうと思います。で、これはですね、その、まあ、かつてですね、私が令和新選組からですね、参院選立候補したときに、私のホームページ上で、ブログの中でですね、LGBTQ に関する、見解をですね、表明しました。これは単にその事前にそういう見解を持っていたというよりは、選挙の最中に、後に令和新選組からも立候補されたの与田可憐さん、当時は新宿の市議でしたけど、区議でしたけれども、その方とですね、対談したときに、ああ、私は、ああ、そうだ、そういうことなんだっていうことが分かったので、それを記事にまとめたんですね。で、そこで私が言ったことは、まあ、簡単に言えばこういうことです。私はずっと、まあ、ずっとそういうふうに考えてたんですけども、いわゆるその性的少数者、LGBTQ というような人はですね、存在しないんだと。そういうカテゴリーなんては存在しないということを、ずっと主張してきました。で、それはなぜかっていうとですね、例えば、まあ、男性が好きなら、女性で女性が好きなら、そういう方をゲイとかですね、ビアンというふうに呼んだりするんですけども、そのゲイという人がいるというふうに、まあ、捉えて、そのゲイの人権を守ろうっていうのが、まあ、例えばその一つの、例えば同性婚とかを進める運動の一つの、まあ、言説になるんですけれども、私はそのゲイというような人は存在していないんだっていうふうに思ってるんですね。で、じゃあ何が存在しているのかっていうと、そのいわゆる性的、まあ、そのゲイだけじゃなくて、私はトランスジェンダーも存在しないと思ってますけれども、性的少数者というような人がいるのではなくて、例えばまあだから男性、女性の間に、私のような人間、トランスジェンダーという性があるんだというわけではないし、その、いわゆるその男性で男性、異性愛者の他に同性愛者がいるわけではないというふうに考えているんですね。じゃあ何があるのかっていうと、その性的指向とか性自認を口実にした差別があるだけだというふうに考えています。で、差別っていうのはですね、まあ、どんな理由でもいいんですね。何でも構わないわけです。で、その差別をしたい人がいるわけです、あらかじめ。で、その、で差別がしたい人がいて、で、彼らはですね、なんか、難癖つけて誰かを差別したいという、そういう構えになってます。で、それはなぜかっていうと、自分が、その、なんて言うんでしょう、その、普通の人間であって、正常な人間であるっていうことを、まあ、誰かに認めてほしいということもあるけれども、まあ、それを自分で確認したいという衝動があり、でその自分がですね、正常なちゃんとした人間であることを証明するために異常な人間というものを作り出し攻撃するっていう、まあ、そういうその心性をですね、これは別に私は何ていうか、その特におかしな人だけが持っているわけではなくて、人間という猿のですね、大きな欠陥、あるいは欠陥ではないのかもしれません。ひょっとするとその適応のためのですね、一つの性質なんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そういう性質があるわけですね。で、これはその、私はその、まあ、いわゆる本能というようなものを
ではないだろうと思ってます。それは何かっていうと、その学習なんだと思うんですね。子ども時代とか、あるいはその成長の過程で、自分自身を防衛するためにですね、学んでいく、身につけていくものではないかなと思うんですけれども、まあ、もちろんその背後にはですね、私たちの持っている脳の構造っていうのがあるわけだから、まあ、そういう部分はですね、その生徳的なものですけれども、その生徳的なものが常に発露されるわけではなくて、いろんな条件の中で、その学習の中で身につけてしまう態度だと思うんですがつまり自分というものは正常なんです、だからいじめないでください、その代わりこの異常なやつをみんなでいじめましょうっていう、まあ、そういうふうなですね、防衛的な行動をとる、自己防衛行動をとる、そういう人々がいてですね、でそのはそのそういう態度を取りやすい人、取りにくい人がいます。で、そういう態度を取りやすい人はですね、常に誰かを排除して、その異常であると、それより自分は正常であるっていうふうに確認したいっていう、まあ、態度を持ってるんじゃないかなっていう私は思ってます。で、でそういう場合にですね、いろんな口実は何でもいいんですね。だからつまりさ、外国人だとかですね、それから被差別部落民だとか、あるいは女だとか男だとか、まあ何でもいいんです。そのいや滋賀県の出身だとかですね、埼玉県の出身だとかですね、何だっていいんです。成績がいい、成績が悪い、でそういう人間をですね、レッテルを貼り、でそういう人たちを攻撃することによって、自分は正常でいじめられるべき理由なんかない人間であるっていうふうにカテゴライズしたいという欲望があるわけですね。で、そういう欲望の中で、私はその非常に強固なものとして、その政治人と性的指向があるんだと思います。で、なぜ政治人や性的指向がですね、そんなに強烈なその差別の糸口になるのか、差別の口実になりやすいのかっていうのはですね、もちろんその人間社会っていうものが、そのこれは多分レヴィ・ストロースというのは、そのフランスの偉大なあの人類学者、もう人類学者っていうよりもなんか哲学者、まあ、なんかもとにかくその思想家ですけれども、その作品、その主張はですね、例えばそのある社会において、その女の交換、男性が支配しているそういう集団があった時に、その女性をですね、その交換するわけです、配偶者としてですね。でその女性の交換を通じて、その社会が自分自身を再生産していったり、その関係性をですね、確認していく。 A という集団と B という集団がですね、その奥さんをもらうときには必ず A という集団、 B という集団からもらう、 B は A という集団からもらうという形でですね、こう女性を交換する中で、その両者の間にですね、関係性を作り出す、それを再生産していくっていう、まあ、その文化的なですね、構造を生み出すケースがあるということを、まあ報告していますし、その、まあ、彼はもしそれ以上にですね、その人間っていうのは、その男女というその二分法がベースになって、そのいろんなものを二分法で考えるんだっていうのは、ちょっと私はさ、それはちょっとやりすぎの議論であると思うんですけど、まあ、そのぐらいその根源的な差異としてですね、男と女っていうのをまあ考えている。まあ、それはまあそうですね。その男と女が、その、いないとですね、それがその性行為を通じて、繁殖しないとですね、その子供が生まれなくって、その子孫を残す、子供を産むっていうことはですね、バコラス生き物にとってですね、非常に重要な、思考ですよね。それはまあなぜかっていうとですね、それ生き物はその子供を産んで育てるためにいるわけではなくてですね、たくさんの子供を残したそういう遺伝子だけがですね、こう生き残っていくっていう、まあ、その進化のですね、最もまあこれまあ法則というのは、その生き残ったものだけが生き残るっていう、まあ、そういうその遺伝子がコピーされていてですね、そのコピーが続いていく遺伝子が残っている、まあ、当たり前ですよね。ただの同義反復なんですけど、その同義反復の鉄のですね、法則っていうのがあって、まあ、それとそれに、その人間という猿も自由でありませんから、繁殖っていう問題がですね、非常に強い、我々の社会に対するですね、大きな圧力として作動しているのは、これ間違いないことですね。だからその繁殖をどういうふうにするのかっていうことがですね、この社会の構造に大きな影響を与えてきたわけです。でなので、その
そこはですね、強烈なこのタブー、触れてはならないこと、決してあってはならないことというものとして覆い隠していくっていう、まあ、そういうポイントになるわけですね。でもそれは別に何かその鉄の法則があるわけではなくて、時と場合とかですね、状況っていろんな形でその性に関するタブーっていうのをこう作り出してですね、でそれによってこの社会的なその変性をしていくっていう、まあ、そういうふうになってるっていう、なってるわけですね。そういうところにどうしても気になるっていう。で、その同性愛っていうのも、例えば同性愛っていう問題は、例えば日本社会の、日本の歴史を見ればですね、非常に普遍的に見られる現象ですね。特にその男性同士の同性愛っていうのは非常に普遍的で、例えば平安時代の貴族の日記とか、あるいはですね、にもたくさん出てくるし、まあ、それに一番まあ多いのはそのお寺ですよね。そのお寺っていうのはだから、まあ、男性しかいない建前になってて、まあ、女性と、で、実際はですね、その結婚しているパートナーがいる、おそばさんたくさんいてですね、そのだからその、例えばまあ真宗大谷派とかでもその、門衆がですね、こうずっと代々続いてるのは、それ奥さんいるからですけど、それはその真宗大谷派がその公式に認めてるんですけど、その公式に認める前にですね、その比叡山とかでも実際にはですね、そのお坊さんがみんな子供がいて、子供がその人の地位をつくっていうのが普通に見られていたので、にもかかわらず女人禁制と言ったりするインチキおかしいだろっていうことで、その親鸞とかはですね、おっぴらに結婚するようになったっていう、まあ、そういう経緯があるわけですけれども、まあ、そういうその、建前上ですね、その女性がいちゃいけないっていう空間なので、まあ、言いにくいわけですね。なので、その男性ばっかりいるっていうところで、その男性同士のですね、その性行為っていうのが非常に頻繁に見られたっていうことが、まあ、もう数多くのその証拠によって示されていますけれども、で、まあ、しかもその日本の、男性同士のですね、その、まあ、同性愛っていうのか分かんないけど、それの特徴としてはですね、こう身分関係が非常に強く影響するっていう、まあ、嫌な側面があって、だからまあつまりその自分の上司当たる自分より地位の高い人との性的関係をですね、要求された場合には拒めないっていう、まあ、そのようなことからですね、その例えばお坊さんでもですね、地位の高いお坊さんがそのたくさんのですね、その子供、若い男の子ですね、入門したばっかりの、しかも身分の低い、小僧さんをですね、その愛人にするっていうのが、まあ、広く見られたっていうことがあるわけですね。そういうのを誰もおかしいっていうふうに誰も思ってなくてですね、それは当然であるっていう、まあ、むしろそのそうあるべきなんだっていう、まあ、そういう認識を持ってたわけですね。で、それはその江戸時代とかに下ってもですね、非常に広く見られたっていうことが報告されていて、で、日本はですね、明治に入ってもですね、その同性愛を禁じる法律作んなかったんですね。なぜ作らなかった？で、ヨーロッパって、例えばイギリスとかだとですね、1960年代まで同性愛はですね、犯罪でした。で、それでまあ有名な例としては、そのアラン・チューリングという私たちのまあ現代の生活を支えるそのコンピューターというものをですね、まあ最初に厳密に定義した人だと言っていいんだと思うんですけど、まあ、それ実際にそのコンピューターというのを作り出す上でも大きな役割を果たしたんですけども、そのアラン・チューリングという人がですね、同性愛者であったことによって、その罪に問われ、強制的にですね、女性ホルモンを打たされて、それでなんか具合が悪くなって、まあ、おそらくその青酸カリを塗ったリンゴをかじって自ら命を絶ったというふうにされてますけれども、これに関してはそのイギリスの総理大臣がですね、数年前に公式に謝罪する、数年前ですね、つまりもう亡くなってからもう何十年も経つのに、ずっとですね、公式に謝罪されることはなかった、そのぐらい強いタブーとして、同性愛っていうのがあってですね、犯罪だったわけです。で、日本はですね、いろんな法律をヨーロッパ、アメリカから割れて導入してましたけども、同性婚で同性愛に関する犯罪の法律は作んなかったんですね。なぜかというとですね、それしちゃうと、おそらく明治の元勲とかがいっぱい捕まってしまったっていう、犯罪者になってしまうという事情があってですね、できなかったんですね。そのぐらい、同性愛っていうのは、非常に広く見られた現象だったわけだし、それをそのタブー、おかしなことだとは誰も思ってなかったわけですね。で、にもかかわらずですね、今、
岸田首相がですね、社会が変わってしまうっていうふうに発言する。でそれをですね、その秘書官みんな反対してますよとかで、その思ってる背景にはですね、そのまあそのこと知らない、歴史のこと何も知らないっていう、まあ恐れ無知という問題もあるし、でもまあわずかその100年ぐらいの間にですね、新しい社会の変性のタブーをですね、作り出してしまったという、そういう事情があるわけです。でもそれはですね、非常に可変的で、流動的なものであるし、大事なことですけれども、日本の江戸時代の社会と明治の社会、確かに変化はしましたが、その同性愛が、大っぴらに非常に広く行われていたのがですね、大っぴらにはならなくなったっていうことによって、社会がどんだけそこがですね、影響あったのかっていう。そうですね、まあ、あんまりそういうところでですね、社会的なですね、関係性が大きく変わったりとか、おそらくしなかっただろうと思ってた。それよりも徴兵制とかですね、その学校とかですね、そういういわゆる近代っていうものを作り出していった装置の方が重大な影響あったんだろうと思うんですが、ですからですね、割とだから変化しやすいところなんだろうなと私は思ってますが、で、まあ、いずれにせよですね、そういうような状況か、そういうような状況か、つまり、我々の社会というのは、何らかの形で特定の人々を排除することによって、自分たちは排除されないんだというふうに定義して、まあ、多数派を形成するっていう、まあ、そういうその欲望を持ちやすい生き物なんだということですね。で、それでその性的な問題っていうものは、それのターゲットになりやすい。なりやすいんだけども、そこがですね、ものすごく強固に固定されてるわけでもない。なぜかというと、やっぱり基本的にはですね、その性的欲望と抑えるのは非常に難しいわけですね。生き物って非常に強い、まあ、人間という猿にとってですね、非常に強い影響を持つもんですから、そこを抑え込むとですね、いろいろ大変なことになるので、まあ、結局表向きどうであれですね、実際にはいろんなことが起きてるわけですね。で、だからまあ、浮気しちゃいけないとか言って、いや、浮気なんかしてませんよとか言いながら、実際はものすごい浮気というのが行われていたりとかですね。なんて言うんでしょう、その性的なことについて、何かを抑え込むというのは非常に難しいわけです。そこで強大なエネルギーがいるので、そこに関して設けられているタブーっていうのは強いんだけれども、必ず踏み越えられてしまう。踏み越えられてしまうがゆえに、非常に強く社会的に抑え込もうとするみたいな、非常に不幸な関係になっている部分だと思いますね。で、だからそういう部分をですね、律しようとする、暴力的に律しようとするのは、例えば社会を編成したりする上ではですね、非常に有効なわけです。なぜかというとですね、その力が強いわけですから、つまりあるタブーを設ける。例えば同性愛が、非道徳的だっていうふうになったら、まあ、同性愛になる人、同性愛的傾向はみんな持ってるわけですから、その自分の中にですね、そういう傾向性に気づくっていうことは、みんなに多くの人にあるわけです。で、そうすると、それをですね、否定しないといけなくなる。で、そうするとですね、私はそんなことは決してありませんよって言いたくなる。どころかですね、自分の中にあるそういう傾向をですね、踏み潰してしまうっていうことによって、自分が正常な人間であるということを証明しないといけなくなるわけですね。だから、これによってですね、まず誰もがですね、何らかの形で性的タブーっていうものに触れてしまう性交を持ってるってことにより、罪悪感を覚える装置になります。で、人に罪悪感を与えるとですね、その罪悪感をドライブにして、コントロールすることが容易になります。ですから、社会システム、あるいは権力と言ってもいいかもしれませんにとってはですね、人に罪悪感を覚えさせて、その罪悪感を刺激することによってコントロールするっていうのが社会秩序。ここで言ってる秩序っていうのは、私は暴力的構造と呼んだ方がいいと思ってますけれども、その暴力的構造を作り出す上ではですね、非常に有効なんですね。だから、
その性的タブーを設けることによって、それをドライブにして人に罪悪感を抱かせ、その抱かせた大罪悪感を刺激することでコントロールする一つの非常に重要な資源になっているなと私は思います。で、同性愛っていう問題はですね、そのヨーロッパ社会において非常に強く、そういうものをそのドライブする力になっていたんだと思いますね。で、日本でもですね、近代化の過程で、前近代においてはですね、当たり前のように行われていたことがですね、なんて気持ち悪いみたいな話のこうなっていくっていう、まあ、そういうその変化が起きたわけです。それによって、まあ、近代化が進められた一つの、まあ、その、だけど、まあ、ヨーロッパみたいに徹底的にですね、犯罪として処罰するということにはできなかった。なぜかというと、その下ではみんな陰でやってたからですね。広く見られたから、で、それを抑え込むと、権力者もやられちゃうから、法律にできなかったなと思うんですが、まあ、そういう、その、状況があるんで、であればあるほどですね、私はそんなんじゃありませんよってこう言わないといけなくなるっていう、まあ、そういうことによってですね、そういう人をですね、あからさまにしている人を排除することによって自分は違うってことを示したがるっていう、まあ、そういう原因になったんだと思います。で、それは私のようにですね、その性自認の問題、私はだから自分は男性であるってことはまた受け入れられないわけですね。もう基本なこと考えると気持ち悪くてしょうがないんで、男性的な記号を帯びられないので、その女性の服をいつも着てるわけですけれども、これはこの個人的な、個人的にしかこういうのは語れませんから、その客観的ということはないと思いますけど、私は52歳ぐらいまでですかね、50過ぎまではその自分自身が、そういう自分が性自認において女性であるっていうふうに思ってるとかですね、男性であることを受けられないということに気づかなかったわけですね、長らく。で、考えることすらなかったです。でもなんか変だな、なんか気持ち悪いなっていう、何が気持ち悪いのか全然わからなかったんですね。わからなかったんだけれども、ずっと気持ちが悪かった。で、じゃあ何が気持ち悪いんだろうっていう問題をですね、考えても全然わからなかったんですね。ところがある時、たまたまですね、気づいたわけですね。で、まあ、その気づいたことに関しては、例えば、ありのままの私というのは、本の中で詳しく書いてるので、もうここでは申し上げれませんが、で、気づいてしまったらですね、もう無理なんですね。次の日からっていう感じでしたけど、もう男物の服を着るっていうことに耐えられなくて、持ってた方が全て着られなくなってしまって、大慌てでですね、自分が着られる服を探し回るっていう大変な目に遭ったんですけれども、そのぐらい強い衝動ですね。で、その線をですね、抑え込むっていうことを無意識にやり続けてたわけです、50年間にわたって。で、それはですね、非常に大きなストレスを私自身に与え、私の人生に大きな歪みを与え、それで私の周囲にいる人々に大きなプレッシャー、大きな問題を引き起こしてきたんだと思っています。なので、その問題、その困難がですね、私の中にあり、それによってですね、発生した歪みによっていろんな人を傷つけたっていうことに関しては本当に申し訳ないと思っていますし、その中には私のですね、私と結婚していた人や私の恋人だった人や私の子供たちも入っているわけですが、そういう人々にですね、すごく深い傷を与えてきたっていうことは、まあ、これ事実として受け入れざるを得ないんですけども、でもですね、そのことによって一番苦しんでたのは私自身だったわけですね。で、それの影響の深さ、広さっていうのは凄まじいものがあったというふうに思っています。で、それに対してですね、ここから抜け出す過程、そういう自分を誤って男性だと思い込んでいたこと、そしてその男性として振る舞うことを当然だというふうに自分自身も思い、周りも思っているっていう、その社会的な根底状況からですね、離脱する過程で、またやっぱり大きな軋轢が生じるわけです。で、この軋轢も凄まじいものがありましたが、で、そういうことのですね、持っている暴力性、害悪っていうのは、凄まじい、大変なことだというふうに、つくづく思いました。で、ようやくですね、何年かかけて、私自身が、
私にふさわしい生き方、私にふさわしい姿にいるっていう状況にたどり着いた後から見ればですね、一体何をやっとったんだっていう、その最初から、こういうことにですね、普通にしていればそうなったわけなんですけど、普通にさえしていればですね、何も起きなかったわけですね。で、その間に私も苦しまなかったし、私の周囲の人も苦しまなかった。で、そういうですね、その正常であるかのように振る舞っている間にも大きな暴力性、圧力を発生させ、そこから抜け出す過程でも大きな圧力を発生させるっていう、非常に危険なものなわけですね。で、そのことを考えると、その性自認とか、その性的指向に関して何らかのタブーを設け、そのタブーに触れるっていうことによって人に罪悪感を与えて、その罪悪感を持ってコントロールするなんていうことでですね、それが秩序だと人々が思い込んでるなんてことは、まあ、実に恐ろしいことだと、私は思うわけです。で、まあ、その人間っていうのは、いろんなことを感じて考えるもんですね。だから自分自身の性自認というような問題に関してもですね、当たり前のように私たちは思ってますけれども、でもそれは全然当たり前でないことは、まあ、簡単な思考実験でわかるんですが、それは何かっていうとですね、まあ、たった一人でどっかの無人島かなんかで、どうやってか分かりませんけども、まあ、生まれ育った人がいてるとしましょう。で、その人がですね、大人になってですね、あ、私は本当は、女性なんだけど、自分を男性だと思い込んでいた、なんてことは起きないですね。そもそも一人しかいないから、男性女性なんていう区分けをですね、自分に対してすることもない。で、多分これは2人とか3人とかいても、まあ多分ならないと思いますね。で、それがその数が増えてくるとですね、男性女性っていう区分けがやっぱり明確に見えてくるし、で、その区分けをですね、その当然のことだとして受けるようになるし、で、その中でですね、その自分自身がそれに当てはまらない部分に関して罪悪感を覚えるようになるっていう現象が起きてくるんだと思うんですけど、で、その、まあ、私自身、その自分がですね、性自認がその女性であるっていうようなことをですね、考えたこともなかったわけです。ということはですね、今考えてもいない皆さんの中にもですね、やっぱりその性自認に関する揺らぎは必ずあるだろうと思うわけですね。で、私は今までですね、ずっと、性的に、つまり恋愛感情を抱く人っていうのは常にそのいわゆるその生物的な女性でありましたけれども、でもそれ今までのことであってですね、これもしもこれから先に誰かを好き、別の人を好きになるなんてことが発生するとしたらですね、今私は結婚していて、それ以外のことについては起きる可能性では考えませんけども、まあ、でもそんなことがあった時に、その人がですね、男性か女性かってことはあらかじめ決めることはできないわけですね。なので、私はいつも男性を好きになるんですっていう思ってる人、あれ女性を好きになると思ってるとしてもですね、それが確実にそうであり続けるのかどうか分かんないわけですね。まあ、現に私がある、私の取材に来られた方がですね、おられて、新聞記者なんですけども、まあ、その方は女性なんですが、で、取材に来られていろいろ話してるとですね、実はその方はですね、結婚していて、で、いたんですけども、うまくいかなかった。うまくいかなくなって苦しんでる時にですね、その女性の恋人ができたんですね。で、それで、まあ、ものすごいすったもんだの挙句にですね、まあ、離婚して、まあ、パートナーとして暮らしておられるわけですけども、まあ、その人にしてもですね、自分が、まあ、その方もそれまではですね、自分は男性を好きになってなるもんだと思って、そうなんです、結婚までしてるわけですが、でもその中でですね、出会った女性を好きになって、愛し合うようになったっていう現象があって、で、これはですね、もともとレズビアンだったんだけど、それに気がつかなかっただけなのか、それともですね、たまたま好きになる人が女性
であっただけなのかですね、まあ、分かんないですね。でその事前にですね、必ずどっちを好きになるっていうのはですね、こう決められているっていうことも私はないと思います。それも揺れ動くであろうし、その自分に対する性自認に関してもですね、まあ、私は自分が男性であるってことは受け入れられないんですけど、じゃあ女性だと思ってるのかとかってですね、その突き詰めて考えたら、じゃあ女性と思ってるって何とかですね。でもその恋愛対象は常に女性で、それでまあいわゆる普通に、いわゆるその普通というか、その男性と女性が行う性行為をするわけですけれども、その時にも自分を女だと思ってるのかとかですね、そう分かんないですね。で私はまあ認識としては女性で、トランスの女性でレズビアンだってことになるんだと思いますけれども、でもそれをですね、そのじゃあ必ずずっとそうなんですかとか、何がそうなんですかとかってこう突き詰めて考えたところでですね、きちんとその表現なんかできないですね。でなのでそこはやっぱりそのいろいろあるとしか言えないと思います。私はたまたま今こう でそれで経緯、歴史的な経緯の時間、成長とかの中でいろいろ変化しながらもこうなってきましたというふうにしか語れないもの、でその語れないその自分の性自認だとか性的思考っていうものが、なんですかね、ある特定の形で追い込めば追い込むほど圧力は発生します。なのでそんなことはですね、固定してはならないんだと思うんですね。そこはその人間のその自然に流れるのが一番コストが低いし、圧力は少ない、苦悩もないわけです。でそこで失われてるんで、それでですね、私自身一人に関して考えてもですね、その性自認の問題が引き起こしてきた、とてつもないコスト、暴力、圧力、そういうものがもしなかったらですね、私の人生はまあどれだけ楽だったろうというふうに思うわけです。で一人でも大変なことですから、これがですね1億何千万人いる社会の中で、まあ、ほぼ全員が何らかの形で、それは別にその政治に性的対象以外にも、例えばだからどうしても複数の人と関係を結んでしまう人とかですね、あるいは誰も好きにならない人とか、まあ、いろんな人がいるわけです。でそのいろんなで、そのでそれで好きな人が変わっちゃうこともいくらでもありますし、でそういうことに関して核あるべしというふうにこう定めていることによって発生している苦悩、これがですね、我々の社会にどれだけの悪影響を与えているかっていうふうに考えたときに、そこをですね、その閉じ込めるのではなく、一人一人が一番そのスムーズに動けるようにしてやった上で、でその状態で社会秩序を作り出す方が、はるかに社会秩序は安定するだろうと私は思っています。で、例えばだからまあそのそういう問題を考えた時にですね、その、まあ、そもそも精神分析学のフロイドなんかはですね、その性的欲望っていうものが人間社会の、まあ、人間のですね、エネルギーの、まあ、彼は全てだと思うぐらいものすごく大きな部分を占めているっていうふうにこう考えましたけども、それがどのぐらい大きいのかは測れませんけど、でもそれがとてつもなく大きいことだけは間違いないですね。でそこに関していろいろなタブを設ける。でその中でですね、おそらく最もその暴力性が強いのがその男女の区分け、そしてその男女の区分けとそれに基づく、まあ、その性的指向の問題、性自認、性的指向の問題っていうのがですね、やっぱり最も強く人々にダメージを与えることのできるタブーなんだと思うんですね。でですからですね、その私たちはその往々にしていろんな問題を引き起こします。その、まあ、暴力を振るうとか、まあ、自ら命を絶つとか、あるいはですね、そのとてつもない不必要な消費を行うとか、であるいはもうもっと無意識のうちにさまざまなトラブルを引き起こす、まあ、そういうことをするわけですね。でまあ言ってみれば私たちの人生っていうのは、
そういうふうにしておって引き起こされるトラブル、暴力、そういったものをですね、なんとか片付けることにですね、どれだけエネルギーを使っているか。それもはっきり言って無駄です。そんなのはですね、ない方がいい、決まってるんですね。そうじゃなくって、もっと生き生きと人と楽しくつながって、そしてそれで何かを生み出していく。そして成長していくっていうことに全力を挙げるべきなんです。さもなければですね、私たちはですね、決して幸福にしてはなれないし、そして人間が幸福でないとき、不幸であるときにはですね、やはりその様々な、苦悩、その苦悩を何とかしようとする形で暴力が生まれたりする。それがですね、私たちの社会の差別とか、あるいはその搾取とか、それから自然環境に対する破壊であるとか、あるいは戦争であるとか、こういったものにですね、結びついていってるわけです。で、そういうその何らかのですね、その意味のない規範を、それを特に子どもたちに押し付けていく、それを押し付けるときに私たちは無意識にやるわけですね。無意識のうちに何かを押さえつけて、つまり私だってですね、その男性として育てられたのも別にその、なんていうか、そのなんかこう強い意識を持ってですね、なんかそういうふうに育てられたわけではなくて、自然にそうしちゃったわけですね。で、そう自然にしてしまったことでですね、取り返しのつかない傷を私に与えたわけですけれども、そんなことをする必要は全くないわけです。だから、その、今回のですね、そのいわゆる LGBTQ に対する差別とかをやめましょうというのは、そういったその性的少数者、私のような性的少数者がかわいそうで、その人たちの人権も守られないといけないので、そういう法律を開発化で作ったり、あるいは変更したりする必要があるということではないんだと私は考えています。で、そうではなくて、私たちの人間という猿が持っている根源的なですね、その生きるための最も基礎的な部分である性自認だとか、その性的対象に関する、つまり愛というものをですね、大きな部分をそれが占めてるわけですから、その部分が発露されないような形に人を押し込めるっていうことが、どれほどですね、私たちの社会を、危機に瀕死させているか、それに対して暴力を踏み出しているか、そういうですね、そのなんて言うんでしょう、圧力を作り出しているかということを考えたときには、その私はその、同性愛とか性自認の問題に対して抑圧を加えることは社会秩序を破壊している行為なんだと思っています。反社会的な行為なんだと思っています。それが法律として社会秩序の側に置かれているということの持っている恐ろしさ、まあ、これは例えばそのヒトラーのような人間が権力を握ったっていうことはですね、どれほど恐ろしいことを生み出したか。それは彼がですね、そのアリス・ミラーの研究によればですね、殴られて育ち、それの復讐を父親に対して向けられないがゆえに全世界に対して復讐を仕掛けてしまった。それをですね、同じように殴られたドイツのですね、若者たち、まあ、その青年子供時代に殴られた人々が熱狂的に支持した。そのことがですね、世界史上最悪とも言えるような悲劇を生み出したわけです。そのようにその、正常さの仮面のもとに暴力を秘めたものが大手を振るうということが私たちの社会を破壊するということはまあ証明されたわけですね。で、その性的少数者に対する抑圧というのは、私はそれと同じ構造を持っていると思っています。それはつまり性的少数者という限られた人たちに向けられているのではなく、本来非定型的であって自由に動き回るはずの、自由って言ったってその中ランダムには起きないですね。その人自身の中の持っている必然性に従って動いていくわけです。その必然性に従って動いていくその動きをですね、全ての人の動きを抑圧することなんであって、でこの問題に関してですね、その社会的に形成された、しかも短期的に形成されたタブー
をですね、当然のことだと思い込んで、日本からの伝統なんですとか言ったりとか嘘をついて、その性的少数者に対する差別を継続することによって自分は正常な人間であるというふうに思い込むような正常な社会、それはですね、非常に危険な暴力を公式に内在化しているということになると思っています。もちろんだからこの観点からすれば岸田首相の言ったことは実は正しいんですね。そういうものを認めると社会が変わってしまう。それはその暴力性によって他人を操作するっていう形で形成されている見せかけの秩序の作動を失わせる一つの契機になります。その意味では社会は変わってしまうわけです。しかしですね、そのすでに多くの国々でそういう制度が導入されていてですね、その結果社会が崩壊したりとか全くしていない。なぜか、それはそういう抑圧を取り除くことによって社会の秩序はより安定するからです。なのでその意味ではですね、私たちの社会のまともな部分はその性的少数者に対するさまざまな圧力を生み出しているような法律や制度を変えることによって安定化の方向に向かうのであって、秩序の崩壊の方に向かうのではありません。で、まあ、そのこと、その意味でですね、社会は変わらないわけです。少なくともですね、ほとんどの人にとっては変わったことを意識することもないでしょう。でもそのいわゆる自分の性自認とか性的指向に対して明確な意識を持っていて、それがですね、社会的なその制度とか常識とか反する人にとっては命の関わる重大な問題です。多くの人が死んでいます。でもそういう人たちの死がかわいそうだから変えるのではないんです。そういう人たちにはそういう圧力が強く表れているだけですね。でもその圧力は全ての人に及んでいるわけです。だからこの問題を解決するということは全ての人の この困難を軽くすることになるし、それを通じて社会秩序の安定化に貢献することだというふうに考えているわけです。なので、私はその性的少数者っていう人は実は存在しないのであって、それは性自認とか性的指向を口実にした暴力を振るう人だけが存在するのであって、問題はその少数者の方ではなく、その暴力を振るう人々、その暴力というのは無意識の暴力です。いや、私そんなことするつもりはませんでしたというっていうタイプの暴力です。そのようなですね、正常なふりをした制度に合致しているような形で暴力性を生み込んで、それを発露して白々しい顔をしている人たちの持っている破壊性っていうのはですね、実に反社会的であると私は思っています。それは私が初めてスカートを履いて外に出た時に向けられた視線、まさに人々はその白い目という恐ろしい目を私に向けるんですね。でも全ての人が向けるんじゃなくて、まあむしろ少数の人で、ほとんどの人は別に気にしないし、普通に話をしている人々は、まあ、ほとんどの人は普通に話をする、そういう経験の中でですね、あ、そうか、それはこの社会に埋め込まれていることに私が反しているのではなくって、一部の人が持っている暴力性に頑張って向けられているに過ぎず、問題は私の方にある、私のスカートに問題があるんじゃなくて、そのスカートを履いている私に対して憎悪を向ける、白い目を向ける人々のその白い目の背後にある傷、苦悩、そちらに問題がある。そしてそれは性的少数者と言われるようなその性自認やその性的指向によって苦しめられる人と同じ苦しみを実はその人々も持っている、そのことの表現なんだというふうに考えています。まあ、この観点からですね、私はその変革が進むことを願ってますし、そうなればですね、私たちの日本社会っていうのは大きな活力を取り戻す非常に強い経済的な資源になるだろうというふうに考えています。どうもありがとうございました。
いやー、第1弾の実験が、とりあえず行きましたね。全く金の匂いがする感じのしないこの後期。せっかくなので、安富さん、ぜひ、ちょっと、セールスをしてみてください。セールス。はい、安富さんの、この動画あるじゃないですか。一つ何冊でいろいろ売っているやつ。何がおすすめでしょうか？動画の中で。はい、この、まあ、本でも動画でも何がおすすめでしょう？本はやっぱりね、やっぱり私は複雑さを生きると、経済学の札で、まあですね、やっぱりこの2冊はやっぱ主張、まあ、特に経済学の船出ですね。これはまあマルクスで言えば資本論みたいなものだと思うので、まあ、読んでほしいなって思いますね、これはね。で、それを活かしてほしいと思うんですけど、で、ただ何気にですね、生きるための日本史のところ、解説動画がですね、月というバージョンを売っていてですね、これがね、実は動画が結構すごいと思うので、これもね、なんかどちらかというとイントロにはこれがいいかなって気もします。ぜひね、使ってほしいなというふうに思うんですけど、これはですね、皆さんが払ってくれたお金というのがですね、安富さんの印税になるだけではなく、安富さんのようにですね、真実を語る人が、果たしてこの、ね、鬼畜な、ね、この金儲けに満ちた社会の中でビジネスとして軌道に乗るのかな、これ大実験でございますので、実験ね、でね、これね、私、どれだけの大実験かっていうとね、やっぱこれは何百年を超える大実験だなってことで最近気がついたんですよ。そうですよ。で、このエラスムスのね、地具神雷山っていう本を読んでいたらですね、本当のことを言ったら大変なことには目にあって、嘘を吐きたくなると大儲けできるわって書いてある。おいおい、みたいな。なるほど。エラスムスとかって16世紀の人だよね。15世紀か16世紀の人だけどさ、だって、何も変わってへんのか、地み具たい神雷な。山執筆されたのが確か1500年代の前半ですよ。9そうで年すとよか、ね。それぐらいだったと思います。自由革命直前ぐらいだから。まあ、これを乗り越えない限り、人人類類には明日滅ぶ。はない。滅ぶ。滅ぶ。買い方はですね、45695、556、456、556にですね、4万1000を振り込んだらですね、経済学の方で買えるんですけど、まあ、そんなことしなくてもですね、クレジットカードでね、一月万札のシステム、URL 下に書いておきますから、それで買っていただいてもいいので、ぜひ買ってほしいなというふうに思います。ありがとうねー。